こえますか？じゃあ、時間になりましたんで、始めさせていただきます。今日、達人出版会から、PHP の本を出版しようっていう、PHP とほとんど関係ない話なんですけど、ちょっと最初に、実際本を出版しようかなとかしてみたいっていうふうに思ってる人はどれぐらいいらっしゃるんですか？ 1、2、3、まあ半分もいないの。わかりました。じゃあ適当にやります。初めに自己紹介なんですけど、ケンジと言います。初めまして。皆さん、PHP Go 技術者、認定試験っていうのをご存知ですか？ご存知の方？あ、結構皆さん知ってる。持ってるよっていう方、一人。ありがとうございます。これ初級と上級と、まあ、ウィザードとかあるらしいんですけど、上級はですね、なんか今これ5人って書いてありますけど、なんか先月2人増えたらしいんで、まだ世界に7人しかいないんで、我こそはって思う方は、ぜひ取ると1桁の番号がもらえますんで。これは宣伝です。スポンサーにもなってますんで、まあ、サイトはこちらなんですけど、で本題始めさせていただきます。達人出版会とは、これを知ってたよっていうか、このセッションの前から知ってたっていう人は、結構ほとんど全員知ってる。ありがとうございます。本を買ったことありますっていう人、これも結構 なんかもう話すことないんで じゃあ、この辺飛ばします。一応代表者の高橋さん、Ruby の会の会長です。で、高橋メソッドを考案した方ですね。ちなみにプレゼン資料は後で公開しますんで、別にメモとか取る必要はありません。で、まあ、どんな本があるという、これもまあ飛ばします。ここだけ、一応 PHP の本もありますということで、まあ、これがないともうPHP 関係ないんで、今日のプレゼンは一応ちょっと宣伝で入れさせてもらいました。で、達人の名にふさわしい名著を多数かどうかはご自分で判断してください。で、もうこの辺ももう説明する必要もないかなと思いますけど、ざっと言っておきます。で、まあ、で、まず読者のメリットですね。電子書籍っていうことで、PDF と EPUB、AND が重要ですね、結構。いろんなデバイスで、読めます。で、ただし、委託販売の書籍を除くっていうことで、達人出版会は、自社で出版している本と委託販売している2種類があるんで、ここだけ気をつけてください。書籍のページにフォーマットは書いてあるんで、委託の場合はだいたい PDF しかありません。で、電子書籍っていうことで、軽いですね。で、なんと検索可能。ハイパーリンク。皆さん、ハイパーリンクご存知ですか？ハイパーテキストの根幹を課す概念ですね。素晴らしいですね。クリックしたら、なんか、他のサイトに行けちゃうみたいな。で、2番目に、DRM フリー、あるいはソーシャル DRM。まあ、メアドが、PDF とか EPUB に埋め込まれてるだけなんで、暗号化とかは一切されてないっていうことですね。で、いろんなデバイスで読めます。例えばこれ、PC の EPUB ビューアーで見るとこんな感じですが、まあ、コボでも読めます。で、まあ、PC だとこう、で、こんな感じで、いろんなデバイスで、まあ、自由に読める、まあ、コピーもできるっていう。で、印刷もできます。まあ、PDF を印刷すると、まあ、例えばこんな感じ。で、これは300ページぐらいの本なんですけども、A4 に2ページを両面印刷すると、まあ、これぐらいになりますっていう。で、コピーとかもね、コピペもできます。で、特定のデバイスが、なくなっても読めます。DRM フリーなんで、出版社や書店がなくなっても読めます。安心ですね。他社は、例えば楽天コボ、
青空文庫にまで DRM、 これなぜかはよく分からないですけど、かかってます。コボでしか読めません。コボがなくなったらもう読めません。であと無償バージョンアップっていうことが、達人出版会だと、あります。改訂版をまあ無料でダウンロードできるっていうことですね。紙の書籍だとまあ誤字だらけだったとしても、まあ、交換してくれって言ってもしてくれないですね多分。まあ、頼んだことないで分かんないですけど、で電子書籍でもまあ書店によってはまあ買い直しになるっていうところも、あります。で、達人出版会いいよっていう、ことです。で、この辺をじゃあ、一応期待している方が、若干名いらっしゃるみたいなんで、話していきます。1番、サーバーの提供。なんとですね、達人出版会が原稿管理用の Git レッドマインサーバーをタダで提供してくれます。これは超便利ですね。あんまり反応ないみたいですけど、まあ、構わず進みます。質問あったら入れてもらっても結構なんで。で、2番、自動組版。もうこの辺になるともう本を出したことない人は全くあんまり分かんないかもしれないんですけど、通常の出版プロセスっていうのはですね、まあ、原稿を書いてですね、まあ、編集者、出版社の編集の人に渡して、でその先に組版業者っていうのがあって、そこでまあ組版っていうまあ DTP ですね、まあ、そういう作業が、行われます。編集者がまあ編集して、組版業者が組版っていうことをします。で、まあ、編集と組版で2回人の手による変換が必ず入ります。で、まあ、それはいいんですけど、組版時にファイルフォーマットがまあこれ変わります。例えばまあ普通今だとインデザインとかでやってる ところが多いような気がしますけども、まあ、そういうファイルになります。で、原稿というのはまあ普通はテキストで書いてるん で、まあ、テキストファイルだったものがまあそういうプロプラなファイルになって、もちろんそういうのはもらえませんし、直接ファイル編集とかは、著者はできません。で、その後、まあ、構成することになるんですけども、まあ、組み合わされたものが PDF か紙で来るんですね。まあ、紙で来ると思ってもらうと、分かりやすいと思うんですけど、結局紙が来てそれに構成でするんで、赤ペンで赤入れてここは違うとかこれを直すとか、そういうことをやって、それを編集の人に渡して、で組み合わせ業者に行って、で直ってまた来て見直すみたいなことをやって、でまあ、実際は PDF で、やってることが多いと思うんですけども、あんまり変わらないというか、まあ、紙だとまあ字が下手すぎて読めないとかそういうことはありますけど、PDF だとそれがなくなる程度で、結局 PDF にまあ書き込んで、付箋を貼っていくみたいなことになるんで、結局人がまあコピペとかすることになって、まあ、結構大変な作業で、直しが少なければいいんですけども、1000、2000とか直すともう絶対もう漏れたりするんで、非常な修羅場になってしまうんですけども、まあ、要するに下手するとかなり大変だよっていうことで、でそれが達人出版会の場合は、まあ、組版プロセスは自動処理なんで、まあ、ないっていうか自動的にやってもらえます。で、まあ、テキストファイルが元ファイルなんですけども、まあ、それから自動的にまあできてくるんで、結局執筆者が最後まで修正できます。で、まあ、なんで直したいように直せると、確実に直せるっていうことですね。で、まあ、それを可能にしているのが、まあ、電子出版システムのレビューっていう、まあ、ちょっと名前がちょっと非常に検索しづらいのが大きな欠点なんですけども、これを使ってます。でこれは、まあ、多分皆さんご存じないと思いますけど、世界征服を企む野心的なシステムです。で3つの特徴として、同一ソースから EPUB と PDF と EPUB を自動生成してくれます。でまあ、フローとしてはこんな感じで、まあ、レビューから EPUB は直接生成して、PDF は LATEF 経由で、生成します。でソースの記述形式は Wiki に似た独自簡易技法、これ実際の原稿ファイルなんですけども、こんな感じで、まあ、テキストプラス、まあ、なんかその独自技法で、まあ
一番上イコール3つ、これは見出しのレベル3ということで、であとはまああの BR とかありますけど、これはあの空白行を入れるっていう、ことで、その他あのイメージというのはまあこれ画像ファイルへのリンクですね。でソースコードも、リストなんちゃらとかありますけども、こういうのこれはあの、ファイル、これはマップファイルってありますけど、まあ、ここにファイルがあって、まあ、これが自動的に埋め込まれるっていうそういう、仕組みになってます。なんでまあソースファイルを書き換えると、まあ、原稿もちょっとコマンド一発打てば自動的に追随されるとかそういうまあ仕組みで、まあこの辺のイメージとかリストとかのこれはあの図1の1とかまあそういうふうに自動的にあの図への、あの番号とかに置き換わってくれるっていうそういう仕組みになってます。でまああの標準フォーマットに俺はなるっていう、まあ、こういうあの頼もしいあのシステムなんで、レビューいいよ、皆さん使ってください、使いましょう。で、もちろんオープンソースでマルチプラットフォーム、これはまあ実は Ruby で書かれてるんで、でまあ Ruby と TEF っていうことで、まあベンダーロックインされることもありません、オフセ不要、そういう感じでレビューいいよ。でまあ、あとはあの自動組み案だとまあ細かいことはできないんですけども、一応インデザインに XML 出力してあの組み案してもらうっていうこともできるらしいです。これ私実際やったことはないんで細かいことは分かんないんですけども、実績もかなりあります。エキスパートオブジェクト C プログラミング、オープン VZ 徹底入門、 Ruby レシピブック第3版、初めての Perl 第6版、初めての PHP 情報改訂版、その他多数ということで、詳細はまああのこちらの GitHub の武藤さんのところにありますので、Ruby いいよ、皆さん使いましょう。で達人出版会の話に戻りますけど、ベータリリースっていうまあ仕組みがあって、ベータ版を販売してあのフィードバックを得ることができるっていう、そういう仕組みがあります。まあ、ただぶっちゃけこれ日本ではあんまりあの機能はしないというか、あんまりそのフィードバックそのものがあんまり来ないんで日本人だと、でこれであんまり課題なあの期待するのは現状難しいとは思います。で、あと改訂が容易ですね、簡単にバージョンアップできます。紙の書籍では増刷しない限り一文字の誤字も直せませんけども、まあ達人出版会ならまあ、自分で原稿を直して高橋さんに出してくださいって言えばまあ出してもらえるっていう、まあそういう感じですね。で4番印税率が高い、この辺はあんまり興味ある人ありますか？ないです。ありますか？1人2人、ぶっちゃけ5倍ぐらいですでまああの調べればっていうか結構出てるんで簡単に分かりますけど、まあ、細かいことを聞きたいことがあったら個別に聞いてください。であと執筆者の自由度が高い、まあ、これはあの達人出版会がまあベンチャーで小さいからっていうこともあると思いますけど結構自由です。で達人出版会いいよ。で、メリットを言ってきましたけどデメリットはないのかって言って、デメリットももちろんあります。4つの書籍販売要因、というのが考えられるんですけども、1著者のブランド力、皆さんありますか？ブランド力。2出版社のプロモーション力。3著者のプロモーション活動。4内容の良さ。こういうまあ4つの要因が考えられるんですけども、メジャーな紙の出版社と比較して出版社のプロモーション力が弱い。達人出版会のサイトでしか販売してないんですよね。まあ、紙の書籍だと、まあ、書店で全国売ってくれてるっていうのもありますし、まあ、出版社の営業とかも、まあ、強いところは強いですし、まあやっぱりそれはそれだけの力があるんですけども、達人出版会やっぱりベンチャーで始まったばっかりで知名度も、まあ、ここでは結構ありますけどもあまりないので、まあまだまだ力不足っていうところがあります。なのでまあそんなもん関係ねえよ、俺はすげえブランド力あるよみたいな人とか、俺のプロモーションはもうすごいよみたいな、そういう人が本を出してもらえるといいかなっていう気がしてます。
で、ちょっと一部はあの某ケイクなんちゃらさんからリクエストがあったあのこの辺のことを聞きたいっていう人がいるかもしれないんで、ちょっと高橋さんに無理やりお願いして、あの大雑把なデータとかをもらってきました。これ多分本邦初公開なんで、平均販売部数、これは多分どこにも出てない、ここでしか聞けません、300以上、ぶっちゃけ少ないこれを3000部以上にするために私は今このプレゼンをしてます今日の目的なんですけども、まあ、要するに達人出版会でみんなあの本を、出したら結構売れてみんなハッピーになるよみたいな、でいい本が買えるよ、でいろんなデバイスで読めていいよっていう、まあ、こういうそういうエコシステムをもうちょっとできたらいいなっていうことで、達人出版会の、これ別にステマじゃないんで個人的に僕が勝手にやってるだけなんですけど、してます。で、過去の販売ランキング、ベスト5、これもどこにも載ってない情報です、第5位知る読む使うオープンソースライセンス、4位アプリケーションを作る英語、3位始める休館場、2位始める Rails3 括弧1、1位エキスパートオブジェクティブ C プログラミング、まあ、こんな感じで PHP の本はないのかありません。どの辺にいるか、実は7位でした。もうちょっと上がって5位に入れたかったんですけどちょっと無理でした。まあこんな感じです。で、最も売れた本は、オブジェクト C プログラミングなんですけども、これは、2011年10月に発売で、10年6月1000部突破、まあこんな感じで8ヶ月で1000なんで、まあ、少ないっちゃ少ないんですけど、まあ、まあこれが一番売れた本だっていう、これぐらいの、現状はこうだよということですね。で、達人出版館から出版する方で、この辺はあのまあ いやちょっと進めます。一応興味のある方が3割ぐらいはいたと思う。2つの道があります。1つ目、1達人になる、2達人出版会からオファーが来る、3原稿を出発する、4出版される。これは困難な道です。非常に困難だと思います。あまりお勧めしません。ただ目指すとは頑張って達人になってください。なれれば素晴らしいです。2つ目、容易な道、1企画書を作る、これ高橋さんがこういう執筆のためのエレベーターピッチっていうのをスライドシェアに出してたんで、まあこういうことを考えて、まあ企画を考えてもらうといいんじゃないか。で、達人出版会に送る、ちゃんと送るページがあります。まあここにフォームがあるんで、ここから、まあ連絡してください。で、企画が通ったら出版される、こちらをお勧めします。で、お勧めする書籍の内容、100ページ程度の本、これをお勧めします。価格はまあ自動的に1000円ぐらい、になってきます。まあ、あの別に結構自由に価格もそれなりに著者が、どれぐらいまでできるか分かんないですけども、言えばそれなりに考慮されるみたいなんですけど、まあ、あのこの辺が限界かなっていうか。で、半分以上の企画は、出版に至りません。まあ、大体はポシャルというか、執筆が終わらずに没になるのも多い。まあ、これはあの紙の書籍でも、もう残り1章なんだけどそこを書いてる人が行方不明になっちゃったよどうしようみたいな、で結局出版できませんでしたみたいな、そういうことあるんで、結局書き上げるっていうのが非常に大切で、スモールスタート、だから100ページを目指すっていうか、まあ、あの、あんまり最初から500ページとか、電子書籍なんで1000ページでも別に重さとか関係ないんですけど、やっぱり多分そういうものを最初から目指すと挫折する可能性が高いん でまず書き上げるっていうことを、してもらうといいかなと。で、早く出版する方法、レビューで原稿を書く、これですね。原稿は普通テキストで書けばいいんで、高橋さんに送ればというか、まあ、達人出版社に送ればレビュー
に書き直してくれるんですけど、まあ、その手間とかかかるんで最初からレビューで、書いていくと、まあ、その手間が省けて、向こうも楽だよっていうことですね。で、まあ、あとは、Git サーバーが用意されるんでそこに入稿して、修正して、まあ、プッシュとかすればそれも、と手間が楽だって、まあ、メールで原稿を送るとかそういうことでも対応できるっていうことなんですけども、まあ、Git 使ってくださいっていう、まあ、こうするとまあ要するに向こうが楽なんで素早く進みますっていうことですね。で、最後高橋さんより、ちょっとメッセージを、軽くいただいてます。 PHP は利用者も使われる場面もとにかく多岐にわたるので PHP を使いこなすための技術は常に不足しがち。紙の書籍やブログではカバーしきれない部分について、電子書籍でその可能性を広げられるようお手伝いできれば、まあ、かっこいい役っていう、まあ、こういうような、メッセージをいただいてます。で、達人出版会の名にふさわしい良質な PHP の書籍をぜひみんなで出版しましょう。目標平均が3000になるように、皆さんのご協力をお願いします。まとめ、達人出版会いいよ。ご清聴ありがとうございました。健二さんありがとうございます。ちょっと早めに終わったんで質問とかあれば、受け付けますし、なければ一応本の紹介のプレゼンも、念のため用意してますんで、そちらをしてもいいんですけど、何かありましたある方、どうぞ。ランキングを出されたと思うんですけど、普通の書店とかアマゾンとかのランキングとだいぶ違うんですけど、その違う理由っていうのは何かございますでしょうか。これは累計で出してるんで、一つは売ってる期間が長いものほど売れる数が増える傾向になるっていうのがあります。で、ピークがあんまりその紙よりも少ないっていう話をしてました。だから、まあ、ちょろちょろっと売れてずっといくんで、まあ、時間先に出てるものは、まあ、ちょっとずつ増えていってというのと、あとラインナップが非常に限られてるんで、その募集団というか、まあ、サイトを見てもらえば分かるんですけど、一般書籍と全然関係ないというか、かけ離れてると思うんで、まあ、その辺であんまり全然関係ないよっていう、ことだと思います。うん、ありがとうございます。はい、何か質問ある方いらっしゃいますか。なんかモニターっていうか何ですかね、よく書籍です、なんですか、普通の書籍ですとよくモニターっていうんですか、よく最後に謝辞で書かれてるような、なんか誰かに読んでもらうっていうのがあると、そういう仕組みっていうのは何かあるんですかね。仕組みとしてはと達人出版会では必ずクローズドベータで、まあ、レビューしてもらうっていうことに、なってます。で、ただそれは著者が勝手にやるっていうかなんで、仕組みとしては特にないんで、まあ、自由にやってくださいっていうことになってるんで、著者次第だと思います。それは普通になんか Git でここにあるので見てくださいとかっていう形で特定の人に教えるという形なんでしょうか。もうそれはやる人次第なんで、私は自分でサイト作りました。で、ログインすると原稿 PDF がダウンロードできて、一応ちゃんとメアドも埋め込みましたみたいな、そんなのをフューエルで作りました。だからやる人次第なんで、 GitHub でそのプライベートでリポジトリやってそこに置いとくんで読んでくださいっていうのも あり得るとは思います。わかりました、ありがとうございます。
他何か質問ある方いらっしゃいますか。どうも。あの達人出版会と一般書店の書籍との比較で、立ち読みできるできないっていう差が大きいと思うんですけれども、達人出版会から僕今度本を出しますみたいなことになった時、こうあのプロモーション力はなくてもなんかこう立ち読みしてもらって買ってもらえるような、そういうのは考えられてたりとかするんでしょうか。立ち読みっていうか、あのサンプルは結構達人出版会のサイトで、かなりのページ数が出てますよね。そう、あの出てるんですよ。例えばこの初めてのフレームワークとしてのフューエル PHP の場合は30ページぐらい読めるんで、1章丸ごとプラス2章の途中までみたいなのがあのサイトからサンプルとして読めるんで、その露出度はかなり多いというか他よりも多いと思います。で、そうですね、はい。なんだろう、全部丸々目は通せる、あ、そうか、目は通せるけれども、ダウンロードしちゃダメ、でも最後の章まで見ていいよっていうわけにはなかなかやっぱり電子書籍はいかないっていうのがあれですよねと、ですよねと。いうことですいません、なんか質問になってません。他何かありますか。大丈夫ですかね。まだちょっと時間あるんですけど、大丈夫ですかね。これで ちょっと時間余りましたんで、一応あの書籍の宣伝用の LT ぐらいのプレゼンを、用意してますんで、まあ、一応 PHP カンファレンスなんで、こっちは 100% PHP に関連する話なんで、ちょっとやっときます。フレームワーク入門書の決定版が完成。お待たせしました。今を生きる一部の PHP ユーザーに自信を持ってお勧めできるフレームワーク入門書の決定版ができました。その名も、初めてのフレームワークとしての PHP。長い、長いです。長すぎて、Twitter のユーザー名には入りませんでした。あまりに長いので、ここからは、初めてのフューエル PHP と略します。本日はこの初めてのフューエル PHP を紹介します。対象読者、フレームワークを習得したい PHP ユーザー、他のフレームワークをお使いで、これから別のフレームワークも学びたい方、PHP の入門書ではありません。フレームワークを実践的に使いたい方々へ、必読となる一冊、初めてのフューエル PHP が決定版たる3つのゆえん。その1、分かりやすいフレームワーク。フューエル PHP 大体把握した今まで使ってきた PHP フレームワークの中では一番素直なものかも。何度でも書くが、フューエル PHP が素晴らしすぎる、こんなに素直に使えるフレームワークを初めて。フューエル PHP の PDF 版入門書を読了。これはこれはすんなり入っていけるフレームワークだなと思った。あとは実務でこなしていくだけだ。フレームワーク初心者にも分かりやすいフューエル PHP。 その2、分かりやすい内容。伝説の名著コードイグナイター徹底入門の分かりやすさを踏襲。コードイグナイター徹底入門ご存知の方、結構いる。読んだって方、ありがとうございます。ほとんど最初の、ね、パクリなんで比べれば分かると思いますけど、
あと総勢50名以上のレビューチームによって、2ヶ月にわたってレビュー、正直こんだけレビューされてる本はないと思います。マジで疲れました。その3、充実のサポート、サポートサイトは、今時なんで GitHub にあります。Twitter 公式アカウントも、FuelPHP、ファーストであります。で、読者限定メーリングリストがついてます。まあ、そういう感じで充実のサポートで読者の声、まあ、この辺はちょっと飛ばします。読んでると疲れるんで、見たい人は後で見といてください。常にそばにいてほしい。フレームワーク入門書の決定版、初めての FuelPHP、達人出版会より2012年7月発売、好評発売中です。皆様の声をお待ちしています。終わりか。ご清聴ありがとうございました。はい、ケンジさんありがとうございます。何か質問あれば今のプレゼンで。大丈夫ですかね。ちょっと時間余っちゃいましたけど、じゃあケンジさんありがとうございました。テックトラック、次が、11時20分から、アニメ好きのためのサービス、アニミタについてという発表があります。